源泉所得税の納付方法ということで、常に雇っている社員の方が10人未満、フリーランスの方とか委託先の人に払う報酬。今日はですね、事業者側になって源泉徴収をする側のお話を解説していきたいんですけども、まずおさらいとしてですね、源泉徴収の仕組み、こんな感じです。会社が社員の人もしくは委託先の人に対して報酬を支払うときに、あらかじめ所得税に当たる部分を会社側が差し引いて、それを代表して税務署に納めてくださいねというような図式なんですけども、じゃあ実際に報酬を支払うときに源泉徴収をしましたとした、源泉徴収税をですね、どうやって納めるんですかっていう話を今日は解説していきたいんですけれども、ここですよね、源泉徴収の部分で、源泉所得税の納付方法ということで、基本的には納付書という、振込用紙みたいなものを使って納めるんですけども、ここにありますように給料用と報酬用という形で、支払い形態によって使う書類が変わってきますということで、会社の社員の方とか自分の役員報酬、もしくは税理士の方の依頼報酬とかですね、そういうのを納めるときは給料用を使います。で、下報酬用っていうのは、例えば委託先の個人の方に払う報酬とか、もしくは何かこう代理店を作ってですね、自分の代わりにこう外交員みたいな形で動いてもらっている人に対して報酬を支払う場合っていうのは、この下の段の報酬用を使います。で、何が違うかは書いてもらうと分かるんで、ちょっと細かいところは置いときますけども、基本的にこれ期限はですね、源泉徴収をした月の次の月の10日までに納めてくださいって話なんですよ。なので、月末に振り込みをしました、源泉徴収をしましたってなったら、残り10日間しかないですね。10日間の間に納めてくださいっていう感じで、結構タイトです。それがあるんで、毎月毎月それはちょっとめんどくさいんで、納期の特例っていうのが、ルールがありまして、これはですね、会社を設立して、最初にやること3選っていう動画でですね、僕が解説している書類の一部なんですけども、設立と同時に税務署に出す書類の一つに、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書っていうのを出しているはずなんですよ。それを出して承認されている場合は、このルール、特例が適用できるんですけど、どういうルールかというと、まず適用条件としては、給料の支払い人員が常時10人未満であることということで、常に雇っている社員の方が10人未満ってことは、結構ちっちゃい小規模な会社ですね。常時なんで、ある特定の時期だけアルバイト雇いますとか、そんなん別に大丈夫です。それで適用された場合は、1月から6月の源泉徴収分は7月の10日までにまとめて納めれば OK です。そして7月から12月分はその次の年の1月の、これはお正月挟むんで優しいかなと思うんですけど、20日までに納めれば OK です。ということで、毎月毎月やらないといけないものが年2回で済むんだったらですね、これは結構楽だと思うんで、いいと思います。で、フリーランスの方に払う報酬に関しては、これはもう残念ながら毎月毎月支払うしかないんですけど、自分の役員報酬とか、従業員の方の給料とか、あとは税理士の方の報酬ですね、こういうのは半年に1回納めるだけでいいですよっていうルールなんで、使える方はぜひ使った方がいいと思います。事務の負担が軽減されるんで。で、次にですね、どういうルールで源泉徴収をするのかってことなんですけど、まずですね、一般的な源泉徴収の方法っていうことで、これは従業員の方に対して支払う給料の源泉徴収の額がどうやって決まるかっていうのをまとめてる表なんですけど、決まってるんですよ。月額表っていうのがあって、毎月の給料、月収がいくらからいくらまでの人はいくらですよと、この月収の方はこれだけ引いてくださいねっていうのが、源泉徴収税額表っていうのが決まってるんで、これを見に行けば、あとはですね、この扶養人数の数に応じていくら引いてくださいねっていうのが決まってるんで、機械的にやれば計算できます。で、それとは別にフリーランスの方とか委託先の人に払う報酬からどれだけ源泉徴収をするかって話なんですけど、基本的には、報酬額に対して 10.21% をかけた金額を徴収します。で、これはこれも国税庁のページに見に行っていただいたらしっかりこの表載ってるんですけども、1ヶ月間トータルの支払い金額が100万円以下の場合は 10.21% かけた部分だけを徴収すると。で、それが100万円超えてくるのであれば、100万円を超えた部分に対してはその倍の 20.42% かけて集めてくださいねというルールになってます。で、この表の A の部分ですよね、どの金額に対してかけるのかっていうのは、
職種業務内容に応じて若干こうルール変わってくるんで、全部にかけるんじゃなくて一部こう計算の仕方があってちょっと減らし目に計算していいですよっていう人もいたりするんで、それはですね、これもまた画像左下の方にですね、そのページに載っけてますんで、ちょっとこれ探していただいて見に行っていただいたらいいかなと思います。はい。で、ポイントとしてはですね、この税金をかけるときに二重課税ではないんで、消費税は抜いてください。例えば、22万円の報酬を支払う場合はですね、20万円プラス2万円になるわけなんで、2万円は消費税ですよね。なので22万円の支払いをしている場合は消費税を抜いた20万円に対して 10.21% をかけるというような計算の仕方をしてください。で、あと同じ月内に2回支払っているとか3回に分けて支払ってますという方はこれ全部合算して計算です。はい。ということで、これはですね、結構税金なんでシビアです。10日を過ぎてもう11日とか12日に納めましたってなってもこれは納期遅れなんで延滞税がかかってきます。なので、どこの金融機関でも基本的に納めれますんで、しっかり予定を立てていただいて、絶対この日までに銀行によると、そして、源泉を支払うというような計画を立てていただいて、必ず期限内に忘れずに納付するということをですね、しっかりと計画をしておいていただければいいかなと思います。ということで、こんな感じでですね、経営に関するテーマでお話をしているんですけれども、今日の動画に関することですとか、それ以外のテーマ、経営に関するテーマであれば何でも結構ですので、概要欄からですね、 LINE の公式アカウントに飛んでいただいて、そちらの方から相談依頼いただければいいかなと思います。はい。ということで、今日は以上です。経営者の味方、上杉でした。